IE 大学、スペイン語、IE ニーベルシナット、英語、IE ユニバーシティは、インスティートートでエンプレッサ SL が経営する、スペインにある国際的な私立大学。キャンパスは、カスティーリアイレオン州のセゴビアと、首都マドリードにある。IE 大学のプログラムはすべて英語のみで、履修可能で、一部のプログラムはスペイン語でも、提供している。ボローニャプロセスに適合したプログラムである。 全学生の75%がスペイン国外からの留学生。姉妹校として MBA などを提供する世界トップランクの IE ビジネススクールがある。ダイバーシティ、テクノロジーと人文科学、アントレプレナーシップ教育に注力している。実践的なプログラムは少人数制で4年制または5年制となっている。毎年マドリードで開催される。 南欧最大のスタートアップカンファレンスであるサウスサミットの運営にも携わっている。IE、インスティトゥート・デ・エンプレッサはスペイン・マドリードで1973年に起業家によって創立された私立のビジネススクール。起業家育成を目的として創立し、長年を経て他の国々の大学と国際的パートナーシップを構築。また、留学生の受け入れも多く。 早くから国際化してきた。各種メディアによるランキングで世界トップクラスに位置し2017年には、ホーブスのインターナショナル MBA1 位や、プログラムランキングで世界3位。2019年には、a クワッカレリー・シモンズによるグローバル MBA ランキングで、シカゴブースに並んで世界8位。インスティトゥート・デ・エンプレッサが、 1997年に設立された SEK が必要。日本の高校、インターナショナルスクール、国際バカロレアプログラムの生徒も出願が可能。入学試験として、SAT や ACT、または IE 大学の独自テストの受験が必要。IE 大学のテストは東京で受験できる。出願時点で大学の専門分野を英語で学び議論することが、 できる英語力があることが求められる。出願書類以外に英語での面接がある。2017年卒の学部卒学生は94%が卒業後半年以内に就職している。卒業生の7割がスペイン国外からの留学生であったが、全体の14%の学生が出身国とは別の国で就労している。カリキュラムは実践的であり、 学生の就労可能性を高めることを基本としている。アンドレアカシラギクラウディを挙げ入れるウデスフローレスノア、ビンとアセム王女。ありがとうございます。